Hello everyone, it's Kinako! ということでですね、今週1週間のうちにバンクーバーの中心部ダウンタウンで2回も発砲事件があったということでですね、今回は改めてバンクーバーの治安についてお話ししたいと思います。はい、まずその発砲事件についてなんですけれども、まあ、YouTube のショートとかね、TikTok で少しお話しさせてもらったんですけれども、土曜日と昨日ですね、水曜日の夜に、発砲事件が起きてるんですね。土曜日のと昨日のも両方ともですね、犯人がまだ逮捕されていないんですよ。やばくない？はい、ということで、まだね、その2つの発砲事件の犯人が同じなのかもわからないし、1回目の土曜日のね、発砲事件の動画があるんですけれども、土曜日の明らかにこう、この人を狙ってますみたいな感じで1台の車に向かって発砲してるんですけれども、昨日のはね、まだ証拠の動画が集まってないみたいで、どんな感じで行われたのかがまだわからないらしいんですね。なので、犯人が一緒なのかもわからないし、ギャングの戦いなのかもわからないし、もしかしたらもう薬物って言っちゃってる人が行ったことなのかもしれない、まあ、ニュースではまだはっきりしたことがまだ出てない、わからないっていう感じで書かれていました。はい、銃についてはですね、カナダは日本と一緒で決められた人しか持つことができないんですね。ただアメリカがね、銃持てる国なので、でカナダとアメリカって本当こうくっついてる感じなので、アメリカ側からね、カナダ側にね、ポーンって投げられそうな感じなんですね。で、なんならこう歩いて国境を渡れそうなところも何箇所かあるんですよ。なので、それでね、ピュってこうピュってね、カナダ側の人にアメリカの人がね、銃をピュンって投げても、まあバレにくいところもあるんじゃないかなと思うので、日本と比べてね、カナダは銃が手に入りやすいのかもしれないです。うん、ということでね、こんなにもね、バンクーバー治安がいい街とされていたのにもね、発砲事件が2回も起こることなんて前代未聞なんじゃないかと思います。2つともね、バンクーバーの本当に中心部であるダウンタウン、観光地でもね、有名なところなんですけれども、そちらで起きていることなので、本当に結構怖いですね。で、両方ともね、別に夜遅くに起きているものでもないので、本当に皆さん、犯人がまだ捕まってないということもありますので、バンクーバーのダウンタウンは特に歩いている時とか車の中にいる時もそうです。こうやってね、周りを見ながら注意しながら歩くことをおすすめします。はい、でバンクーバーの治安のことをですね、まあ私はもうバンクーバーに20年ぐらい住んでるので、感覚が少し麻痺してるかもしれないんですけれども、日本に住んでいた頃と比べるとですね、正直日本よりは治安が悪いかと思います。でもね、慣れちゃえばそんなに治安は悪くないんですね。不老者が道に座ってたり、寝てたりすることが多いんで、そういうこう見た目、風景っていうんですか、こう見た目は治安が悪いんですけれども、特にホームレスの人たちからこう攻撃されたりとか変なことされたりっていうことはないので、慣れちゃえばね、全然治安は悪くはないと思います。見た目がちょっと怖いだけで、こっちに害があるわけじゃないので、なんかある意味こうそこら辺にいる動物みたいな、鳥みたいな感じの扱いをすれば全然慣れちゃえばいいと思います。ただこの20年間に住んでて、2回ですね、警察を呼んだことがあります。1回目はですね、私が高校生の時かな、家の前でですね、多分もう薬薬物でね、もう行っちゃって、裸で外を暴れまくってた男性がいたんですね。で、結構そこら辺に止まってる車を攻撃したりしてて、で自分の車も止まってたんで警察を呼んだんですけれども、まあ、結局その人はすぐ捕まって、2回目はですね、また多分薬物でおかしくなっちゃってる人なんですけれども、最初その人が自分のベランダから家具をすっごい投げ始めたんですね。ライトとか机とか椅子とかを急にこう投げ始めて、で下歩いてる人もいるし、車も通ってるんで、これは危ないと思って電話して、でその後途中からね、包丁持ち始めて飛び降りようとしてて、まあ、結局飛び降りなかったんですけれども、暴れてって結構
危ない状態だったんですけど、警察官に向かってね、俺はやばいから警察を呼んでくれって警察官に向かって言ってたんで、もう絶対に明らかに薬物でおかしくなってると思います。うん、っていう感じでね、2回呼んだことはあるんですけれども、言っちゃえば20年住んでて2回しか、まあ、危険な思いをしたことがないのはどうなんですか？日本の皆さん、日本で暮らして日本で育った皆様はどうなんですか？これは治安が悪いというのでしょうか？まあでも結局2回とも呼んではいますけど、直接私に害があったわけではないので何とも言えないんですけれども、でも結構お財布落としたりとかしても結構帰ってきたりすることもありますし、街にいる人たちが優しいんで、この前も不労者の人がベンチに座ってる人のお財布を盗んだ時にね、周りの人たちが、あ、さっきのあの不労者あなたのお財布盗んだわよって言って、その盗まれた人と注意した人一緒に追いかけてお財布返してもらってたんですけど、そういう感じでね、結構言ってくれることが多いです。あと私この前ずっこけたんですけど、信号立てる時に こけた時もいろんな人が大丈夫って言ってくれて、あ、もうすっごい恥ずかしかったんで、大丈夫です大丈夫です、ここすれてたんですけど大丈夫ですっていう感じで言っちゃんとねケアをしてくれるし、何かあればすぐこう大丈夫あなたみたいな感じで話しかけてはくれるんで、人はいいです。はい、ただね、やっぱ大麻が合法化されてからね、薬物に対しての考え方がちょっと緩くなってる感じはしますね。大麻だったらね、そんなに他のドラッグと比べて悪いくはないって聞いてるんで、タイマーが違法だった頃はこう違法で吸ってるぜ俺みたいな感じでこうやって生きてる人たちが吸ってたのが、合法になってから、多分違法だから吸ってたっていう人たちがみんなやめて、またさらに上のもっとさらに強い薬物に手をつけ始めたんじゃないかなっていう感じがします。でそれによって頭がおかしくなって暴れてしまうみたいな感じはしますね。この2回警察を呼んだやつも大麻が合法化されてからなんで、違法の時と比べて合法になってからの方がちょっとそういう暴れてることが多いのかなって思いますね。街中で一人で話してる人もいるし、こう急に大声で喋ってる人もいるんですけど、最近は慣れてきて何も思ってなかったんですけど、よく考えたら合法化されてからそうなってるような気がします。私の意見なだけなんですけれども、まあそうですね、バンクーバーの治安は慣れちゃえばあんまり悪くはないんですけれども、自分でしっかりしないと、たまに薬物でおかしくなっちゃってる人がいるから気をつけた方がいいっていう感じがしますね。ということで、これからバンクーバーに旅行する方、留学する方ですね、バンクーバーの治安についてちょっと気になるとは思うんですけれども、20年過ごした私が思うのはこんな感じです。はい、ということで、いつもこんな感じでカナダの生活情報や留学情報、Vlog など配信してますので、チャンネル登録お願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。